間 の, あのお尻の上の方に尾底骨っていう骨がある。これは昔人間は尻尾が生えてて、ただ進化の過程でだんだん必要がなくなってきて退化してきて、その名残である尾底骨だけが残ってる。いや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 、俺尻尾欲しいから。俺絶対尻尾欲しいよ。俺尻尾あったら便利よ。何テレビの尻尾あったら、こう尻尾っぽくあるやん。俺尻尾あったら背中洗えるよ。尻尾のさ、先っこんだってこタオル貼ってゴシゴシできるよ。あとさ、飲み会の時とかさ、飲み会で僕が後輩におごった、おごって後輩みんなで店の外で待ってる、ごちそうさまでしたって言ってくれる。その後僕ちょっと恥ずかしいから背中向けたまんま尻尾ちょっといいよいいよって振るとか、カッコつけれるやん。すごいことは、なんでおへそなんか残した、おへそ使ってないやん。おへそ使う要領あるんだったら尻尾残して、おへそから尻尾生やしてよ。それは違うわ。もうさ、ちょっと待って、ちょっと待って、おへ、尻尾あることちょっと具体的に想像しよう。尻尾あと何色や。多分人間の肌の延長やか肌色よな。肌色でこうあった時に、尻尾のこの裏側下向いてる方は日が当たらへんから、日焼け性がちょっと白い感じ、お魚のお腹の感じや。でその裏の表の方は日当たるから肌色でもちょっと茶色いっぽい感じってことや。ちょっとこれ気持ち悪いかも。ちょっと待って、他に、あ、しかもさ、保湿せなあかん、絶対いっぱい擦れるから保湿せなあかんで。お風呂出た後とかさ、大量に化粧水こうやって塗り込んでさ、よう見たら絶対細かいシワあるよ。細かいシワまでずっと化粧水、大量に化粧水いるよ。これいる、ほんまにいるの、これ。あと雨の日傘さして仕事場ついて、あ、うわ、ちょっと尻尾濡れてるやん、ちょっと尻尾濡れてるやん、これ不可な思って、ハンカチ忘れないやん。あ、ポケットティッシュ4枚ぐらいバーッと手拭いて仕事するで、と後半になったら2時間ぐらいさ、課長に、お前な、お前尻尾になんかティッシュついてんの、お前、あ、ごさっきティッシュで拭いたから、なんでさ、あのトイレでさ、うんち拭いた後ついとついてトイレットペーパーの拭き残しみたいな、うんちで思い出したけど、尻尾はあのここから生える人もおるし、個人差ここから生える人もおる、ここから生える人って絶対うんちするときちょっとつくし、そもそも尻尾生えてるからこう向きにうんちするって、こうなった時にもし鍵閉めてなかったら入ってきた、あ、こうなんて恥ずかしい。ちょっと待って、いる、これ尻尾いる、いらん、いる、いらん、いる、いらん、いる、尻尾いる、ありがとうございます。